ないわ、野球も。いや、それよりデビちゃんってパンツ履いてないよなって思って、そこが気になって。え、パンツ履いてるの？お前履いてるの？履いてるよ。なんで？なんでって、人間は履くものだよ。変だよね。だって履いて、そのお前パンツ見られるの恥ずかしいでしょ。うん。だってその下にあるのを隠すためにパンツ履いてるのに、なんでパンツ見られるの恥ずかしいんだろうって。本当に僕これに関して、人間のことに関しては結構真面目に不思議なんだよね。へえ。やっぱ人に普段見せないものってのは恥ずかしいと思う。じゃあパンツ履かなくてもよくない？うん、それね、それね、やっぱ人間の世界はね、アウトだから。ここでこっそりパンツ脱いどいたら？いや、変態かよ。なんで？だってバレないようにしたらいいじゃん。悪魔との契約と一緒だよ。バレないようにこっそりパンツ脱いどいたらいいの。いや、風吹いたらバレるでしょ。え、でもパンツ見られるときと一緒じゃん。パンツ履かせてよ。パンツ履かせないよ。じゃあパンチの上にもう一個パンチ履いたら？よし、そうしよう。そしたら恥ずかしくないよ。あ、いいいい、それいいと思う。これから2枚重ねしますね。うん、そうしよう。